breaking down. さて、続いてはゆとりスタイルのオメガ出てきました。さて、カイさん、この人は YouTube もやってるんですかね。お、YouTuber なんだ。はい、このように聞いております。さらには柔道も18年の経験を持っています。こんだけ柔道長くやってる選手初めてじゃないですか。どうですか、はい、18年は大沢さん今までいなかったですかね。そうですね、今のところいないですよね。一体どんな動きをするでしょうか。いいですね、柔道着ですね。あ、柔道を背負って、しかも愛知って愛知来ましたよ。愛知、愛知加工エリア、モサの国はい朝倉兄弟をはじめ、いろんな格闘家を打ってま す, んすよ、なんかやっぱり海さん、そういうのあるんですかね。どうなんでしょうね。というか、僕の住んでた豊橋市が結構多いですね、格闘家。そうなんですよね、格闘家の名産地です。名産地です、ね、はい。さて、相手はこちら誠一郎、キックボクシング14年です。カイさん、この14年というキャリアもなかなかですよね。本当ですね、キックボクシング14年やってたら結構スタンド強いと思いますけどね。これはっきり分かれましたね、バックボーン。いやー、そうなんですよね。キックボクシング対柔道という構図ですね、これは。はい、一瞬格闘技戦です。柔道で登場したリトルスタイルのオメガ、そしてこちら誠一郎。誠一郎選手の表情からするとね、最初からあのアクセルガーッと決めそうな顔してますよ。これが大事ですよね。そうですね。でもオメガ選手の相手に一言で圧倒して勝ちますって書いてます。だから お互い行くんじゃないですか。いやー、そうですね、やる気満々、行く気満々です。上着着たまま行きますか。168cm76.05kg ゆとりスタイル、これ甲斐さん、道着着たまま行きますかね。いいですね。道着をどういう風に使っていくのか。でも道着がデメリットになる部分もあるんじゃないですか。ありますよ、掴まれやすくなりますからね、はい、ただ道着を使って掴んだりとか、はい、締めたりっていう技もできるんですよね。ただこの短い時間でできるかどうかっていう問題はありますよね。大沢さん、またなんか新たなものを我々目撃しそうな予感もありますね。もうこれは2人のキャリアがくっきりと違いが鮮明です。そうですね、これ本当にあのオメガ選手がどういう風に入ってくるかでしょうね。はい、あ、試合始まりました。おー、組んできた。いきなり組みました、ゆとりスタイルオメガ。柔道家で す, そうです、ね、下からクロスガードという展開になりました。いやー、これはすぐに動きます。いや、早いな、やっぱり早い。はい、殴ってくる。これはバランスを崩した上になるサイドポジションです。殴る、殴る、殴る、殴る。大沢さん、二人とも力を持ってます ね, すね、はい、また組んだ、組んだ。あ、やっぱり捕まえたら簡単に倒します。これが柔道家、離れる、追いかける。1分だから、はい、これもやりますね、うん、殴り返す、成長。あ、いいの入った、逆に。あ、やった、捕まえた。やはり柔道です、捕まえて倒す。プレーがかかった。おお、また倒した。とにかく倒し続けます、ゆとりスタイルオメガ。上になる、殴る。おお、立ち上がりました。あ、ここでやっぱり大沢さん、誠一郎が寝かされると苦しいですかね。倒したらやっぱパウンドなんですね。判定、やっぱり締めじゃないですね。勝者、青、ゆとりスタイルオメガ。ゆとりスタイルオメガ、判定勝ちです。甲斐さん、今のキックボクシングと柔道の対戦、どうご覧になりました。いや、やっぱ投げが良かったですね、投げとパウンドが良かったですね。改めてブレイキングダウンのこのルール、難しいですね、その打撃だけじゃダメだし、はい、やっぱり総合格闘技的な、なんか全部ができないとダメだねっていう感じですよね。何か1個だけじゃダメだと、今の展開にされちゃったら、打撃できないですからね。そうですね。
完全に立ち技打撃を封じたと言ってもいいでしょう。ゆとりスタイルのオメガ判定勝利を飾っております。さあ試合はまだまだ続いていきます。